キラムは非文。サマル湿度、紀元前825年頃、フェニキア文字は、北、セム系言語である、フェニキア語を表す、22文字からなる、音差文字である。古代地中海世界において、現在のレバノン一帯を中心に活動していた、フェニキア人によって使用されていた。右から左に書かれ、一つの文字が一つの死音を、表すアブジャドである。 現在使われているほとんどの音素文字はフェニキア文字に由来するとされる。フェニキア文字は22の字母を持つ純粋なアブジャドである。すなわち、シーンを表現する字母のみから構成され、母音用のいかなる記号も持たないという文字体系であった。このような文字体系において母音は文脈から判断するということになる。この特徴はフェニキア文字から生まれたアラム文字、ヘブライ文字、 アラビア文字などにも受け継がれたが、これらの文字では、シーン文字がある、程度母音を表記するためにも用いられたのに対し、フェニキア文字は、純粋にシーンのみを表記した。フェニキア文字と同系統の古い文字には、設計文字の字型を持つ、ウガリット文字や、今のイエメン一体で使われた南アラビア文字があるが、これらの文字が、いずれも28から30字ほどを持つのに対し、 フェニキア文字は22文字しかない。これはフェニキア語において死因体系が簡易化したことを反映しているものと考えられている。フェニキア文字はフェニキアの商人により欧州と中東をまたいで広められた。それらの地域で様々な種類の言語を表記するために使われるようになり多くの後継文字体系が生み出された。現代の文字体系の多くが 各地に広まったフェニキア文字から派生したものだと考えられている。フェニキア文字の変化形であるアラム文字は現代のアラビア文字とヘブライ文字の祖先であり、ブラーフミー文字もアラム文字が元になっているという説がある。ブラーフミー文字はインド、東南アジア、チベットで現在も使われているインド系文字の元となった。インド系文字は記号によって 母音を表すラブギダである。ギリシア文字はフェニキア文字の直径の後景であるが、特定の文字の音価は母音を表すように変更され、アルファベットとなった。さらに、これを発展させて、ラテン文字、キリル文字、コプト文字といったアルファベットが生み出された。フェニキア文字などの西、セム書文字は18世紀にジャンジャック・バルテルミによって解読された。 バルテルミは1756年にパルミラ文字についてギリシア語との二言語比文を頼りに固有名詞を比較することで各文字の表す音を明らかにしそれから本文を同型の言語であるヘブライ語やシリア語の知識をもとに解釈することで一晩で解読に成功した同様の方法でバルテルミはフェニキア語や帝国アラム語の文字も解読に成功した バルテルミによる解読は小文字解読の最初の成功例であった。フェニキア文字に先行する古い音素文字と考えられる文字に、ルクソール近くのはディールホルで発見された落書きや、市内半島のサラビートアルハーディムで発見された文字があり、紀元前1800年頃のものと考えられている。パレスチナにも紀元前17の15世紀頃の文字が発見されており、 原カナン文字と呼ばれている。これらから見て、音ソ文字は、紀元前2000年頃に発明されたと考えられる。原始内文字の存在から、音ソ文字は、エジプトのヒエログリフの知識を持ち、西セム語を母語とする労働者によって、ヒエログリフの字型をもとに、東音法の原理によってその文字が表すセム語の単語の最初の信用を取ったものという説が行われている。 この説が立証されるには原子内文字の解読が正しいものでなければならないが、しかし現状では原子内文字の解読はすこぶる疑わしい。フェニキア文字と同型の文字で十分な資料のある最古の文字は、ウガリット文字で27シインジと正門破裂音で始まる3つの音説文字を持っている。ハラカナン文字とフェニキア文字は連続性が強いため、 フェニキア文字に変わった時期を定めることはできないが、便宜的に紀元前11世紀半ば以降のものをフェニキア文字と呼んでいる。フェニキア文字では文字の数が22に減少し、字型は抽象的になった。所字方向は安定して右から左へ書かれるようになった。最古のフェニキア文字による碑文の一つに棺に刻まれたアヒラム碑文がある。 現存するフェニキア文字の初期の碑文はフェニキア語を表記しているが、後にはアラム語、ヘブライ語およびモアブ語などの言語を表すためにも使われた。アラム語やヘブライ語はフェニキア語よりも多くの詩音を持っていたため、一つの文字で複数の詩音を表記した。フェニキア人による音素文字の採用は非常な成功を収め、様々な編集が地中海で、 全9世紀頃から採用された。さらには、ギリシア文字、古代イタリア文字、アナトリア半島の書文字、イベリア文字へ発展していった。その成功の理由の一つは、音声的特徴にあった。フェニキア文字は一つの記号で一つの音を表す、文字体系としては、初めて広く使われたものである。当時使われていた、設計文字やエジプト神聖文字等の他の文字体系では、 多くの複雑な文字が必要で、学習が困難であったのに比べて、この体系は単純だった。この一対一方式のおかげで、フェニキア文字は数多くの言語で採用されることになった。フェニキア文字が成功したもう一つの理由は、音ソ文字の使用を北アフリカと欧州に広めたフェニキア商人の解消文化であった。実際、フェニキア文字の秘文は遥か。 アイルランドにまで見つかっている。フェニキア文字の碑文は、ビブロスや北アフリカのカルタゴのような、かつてフェニキアの都市や、居留地が多数あった地中海沿岸の考古学遺跡で発見されている。後にはそれ以前にエジプトで使われた証拠も発見されている。文字は元来尖り筆で刻み込まれていたので、ほとんどの形状は角張って直線的であるが、 より曲線的なものが次第に使われるようになり、ローマ時代きたアフリカのシンポエニ文字と発展していった。フェニキア文字は通常右から左に書かれたが、牛公式で書かれた文章もある。フェニキア文字の、各文字の名前は知られていないが、フェニキア文字から発展したギリシア文字、ヘブライ文字、シリア文字などは、基本的に共通の呼び名を持っており、フェニキア文字でも、 同じような名前がついていたとされる。文字の名のうちには、その起源が明らかなものもある。例えばアレフは、ヘブライ語エレフ、お牛と関係し、その字型は、牛の頭を正面から描いた形と見ることができる。カフは、ヘブライ語カフ、手のひらと関係し、その字型は手のひらを描いたように見える。これらは元々あるものの絵を描いて、 その絵によって表されるこの最初の一音を表す、文字として使われたという等音法の原理によって作られたと考えられる。しかしまた、起源の明らかでないものも多い。研究者によっては、いくつかの文字の古い名前が異なっていたと考えた。例えば、アランガーディナーは原子内文字の蛇の形をした文字を、ゲーズ文字で、N の字をナハスと呼ぶことを根拠に、ヘブライゴナイス。 ヘビと結びつけて、N を表す文字と解釈した。これに売れば、フェニキア文字のヌーン、魚は、後に、名前が変わったということになる。しかし、ダニエルズによると、ゲーズ文字の文字名は16世紀以前に遡らず、原子内文字の解釈に使うのは誤りである。表記に遺体が見られる文字がいくつもある。例えば、現在の T に当たるタウは X よりに近く。 表記することがあり、ヘトには交差線が2つあることがある。この表に記されている文字名はフェニキア文字ではなくヘブライ文字の読みである。また意味はあくまで推測であり、研究者によって大きく異なることに注意。ユニコード5.0で追加多言語面の U プラス 1900U プラス 1091F にフェニキア文字のためのブロックが設けられた。 ヘブライ文字の書体の変化で処理するという対案も、あったが却下されたの要約を参照。文字は U プラス 1900U プラス1915までがアレフからターとなり、U プラス 1916U プラス 1091B がそれぞれ数字1、10、20、100、2、3であり、U プラス 1091F が単語の分離記号である。 フェニキア系文字の対象図左から、ラテン文字、ギリシア文字、フェニキア文字、ヘブライ文字、アラビア文字初期のヘブライ語表記に使われたコヘブライ文字はフェニキア文字とほとんど同一である。サマリア人が使ったサマリア文字はコヘブライ文字の一種である。別の子孫としてアラム語の表記に使われたアラム文字がある。アラム文字は中東の通称語となり、 広く採用された。アラム文字は、その後、現代ヘブライ文字、シリア文字、及びナバテア文字等多数の関連する音差文字に分かれた。ナバテア文字をもとに、極めて曲線的にしたものがアラビア文字となった。ギリシア文字はフェニキア文字から直接発展した。ギリシア人は、ほとんどの記号の発音をそのまま保持したが、 ギリシア語に存在しない発音を表現していた文字のいくつかを母音の表現に使った。これは特に重要である。なぜならばギリシア語のようなインドヨーロッパ語族ではほとんどのセム系言語と比べて死因の重要性がはるかに低いからである。例えば最初のフェニキア文字アルフからほとんど同じ名前の最初のギリシャ文字アルファが生まれたが、 表している音は全く違うものとなった。キリル文字はギリシア文字から派生した。キリル文字の一部の文字はヘブライ文字の影響を受けたクランゴル文字の字型に基づいている。ラテン文字はエトルリア語や他の言語で使われた古代イタリア文字から派生した。ゲルマン人のルーン文字も初期の形態の古代イタリア文字から北部イタリア文字を経由して派生したとされている。 アラム文字の系列のソグド文字は東方に伝わって、ウイグル文字が成立し、モンゴル文字、満州文字などは、ウイグル文字に由来する。ブラーフミー文字と後継のインド系文字は、アラム文字に由来するとの意見が有力であるが、異論もある。アラム文字起源説が正しいとすれば、これらの文字もフェニキア文字の後継となる。ハングルもブラーフミー系文字を参考にして、作られたという説もある。 文字体系の故障や用語の表記は原則として次の文献に見えるものによった。ありがとうございます。